本日のお惣菜、阪神百貨店のちょっと高級なお惣菜を揃えてみましたんで、本日はこれで晩酌していきましょう。いや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 、久しぶりにやってきました。今日は梅田、こんな感じで後ろに見えない阪神百貨店ということでね、今日はたまたま用事があって梅田まで来たんやけど、ちょっと苦しいっていうことで、あのお店行こうかな思ったんやけれども、まだまだお店開いてないから、今日は阪神百貨店のデパ地下、ここでちょっと美味しいもん買って帰ろうということで、早速行ってみよう。いや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 、やっと帰ってきましたわ。帰ってきて晩飯食おう食おうね。今日は久しぶりの阪神百貨店行ってきましたんでね、あの買ってきましためちゃんこうまそう。本日のお惣菜、阪神百貨店のちょっと高級なお惣菜を揃えてみましたんで、本日はこれで晩酌していきましょう。というね、まあね、あの食前総括する前にまずビールいっとこう。ビールポシュッとあげて、ね、いっとくでー。いや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 、今日梅田行ったけどね、どっちかとやっぱりちょっと人、やっぱ少なかったかな。うん、ということで本日もお疲れ様でございました。乾杯でございます。ええ感じで氷かけ、フローズンなりかけ、ええ感じやな。ナイスタイミング。ということでね、今日のお惣菜何から紹介する。まず一番目についたんが、これこれこれ、うまき。めっちゃうまそうやね、これ卵。中にね、おっきいうなぎ入ったね。めっちゃうまそうでしょ。それと、お惣菜のところで発見したのは、この、ナスの田舎煮っていうかな、こんな感じやねんけれども、僕このね、煮込んだやつ好きなんですよ。で、これと、同じお店やったんやけれども、これこれ、豚の角煮。これがまたうまそうやったんだわ、これ。このテカリ方見てよ、これ。たまらんやろ、これ。それと、最後にご飯も、これですわ。イクラがドバッと乗ったこのサーモン。サーモンとのこの、丼っていうのかな。こんな感じでございますんで、本日はこれで、ゆるーい晩酌していきましょう。というでね、早速ほんなら、食べていくんやけれども、早速な、うまきでいこうか。うまきまき。うまき。寝巻きと違うで。うまきやで。何言うてんねん。というで、うなぎのタレ、家にあったやつかけてみました。ということで、ここね、ほんま、おごっついうなぎだったよ、俺。これちょっと早速ね、こう切っていってみましょう、いってみましょう。うなぎね、最近なんや、寿司食べた以来かな。ということで、いただきまーす。うんうん、うまいな。今日ね、阪神、ビール、まあ、さっきに言うたように、ゲップ出たらですね、阪神百貨店行ってきたんやけども、お惣菜コーナーっていうか、デパ地下、3分の1からね、半分ぐらいかな、改装してはった工事。だから、多分これから拡大するんちゃうかな。ということで、今日はその、狭いながらでも美味しそうなお惣菜買うてきたんでね、早速行ってきましょう。行ってきましょう、何言うてね。で、この、食べたかった、この、茄子。この、めちゃくちゃうまそうやろ。これ一応田舎にみたいな感じ。落ち着く味やわ。うめえ。ビビ。うめえな。うん。じゃあ行こうか、ビール。チャラッと入れて。もう凍ってないか。もう凍ってないな。さっきええ感じのフローズンなっとったんやこれ。ええ感じ、ええ感じ。ということで早速行こう。この角煮も。うまっせやないんだ、このテカリ。この、ほれ、このテカリ方、見ておじゃれ。ほら、このテカリ。早速、かじりつきましょう。いただきます。うん。この、肉肉しさ、たまらんわ。うん。うまっ。前はね、ハルカスのデパ地下行ったんやったかな。あそこにも牛肉のなんかね、あったけど、あれとはまだ違うな。うん、この豚の角に甘いね、甘いあんがかかってる。うまいわ。うんうん、ほんまねえ、
スーパーとは違う。ちょっと手の込んだというか、ちょっと高級なお惣菜。デパートの地下はなかなかね、撮影許可撮ってるわけじゃないから、撮られへんからあれやったけどね、やっぱり大繁盛してるわ、みんな。うん、おいでみる。あー、うめえ。ということで、早速これいこうや。このイクラ、イクラたっぷりのったやつ、これが海鮮丼のタレみたいなのいただいたんで、これをまずかけましょう。これね、よいしょ、いきますね。チャラッとこう、こんな感じかい。感じやな。うわー、うまそうじゃんこれ。このテカリすごいんじゃないでしょうか。このテカリ見てみて、美味しそうでございましょう。ではでは、いただきましょう。いただきましょう、いただきましょう。これはせやな、混ぜたらあれやから、このイクラをちょっとこっち持ってきて、こんな感じで、うわー、こんな感じでかぶりついてみよう。いただく。うん、うまい。これちょっと待って、崩れるからちょっと待ってね。こうやって、うん、うまい。ご飯やからね、うまい。量はでも今日適量か、これな。適量かで、ね、どんな量やね。これで見る。でもどれもうまいな、捨てがたい。ナスいただこう、ナスナス。もうほんまこれ晩飯やな。うん、甘いナス、どれも甘いんやけれども、ええわ。でこれにちょっとね、醤油かかってるからいいんやけども、このうまきもうまいな。うん、おっきいうなぎが入ってあるから、普通ね、うなぎ小さいところが多いですやんか。でもやっぱりさすがスーパーさん、スーパーさんじゃわ、さすが阪神百貨店さんということで、こんな大きいうなぎでございます。いただきます。うん、これは文句もなし、うまい。ほいでみる。ビール取ってくる。ではでは、ビール取ってきたんで、ブシュッと開ける。これもう凍ってないのな。どうか、ええ感じね。うわ、冷たいビールでございます。うわー、冷た。よっしゃー、ええ感じな。ちょこっとしたこの高級晩酌いいっすね。うん、それでナスいったか。おナス、ナスがね、おっきいのよこれ。うん、ナスって焼いたかってさ、美味しくなるし。あ、そう考えて、ナス鍋とかにナス入れたらどうやろう。今度やってみようかな。今ふっと思ったわ。焼くとか煮込むしかないけど、ナス入れたら美味しそうな感じすんな。うん、うまいな。うん、あー、うめ。うん、そうで、お寿司な、お寿司、あちゃ、あちゃ、あちってついたって。うんまりもん、何するかな。お寿司な、お寿司なかなかうまいから取られへんねんな。取られへんから、取れます、いけますか、いけそうか、いけそうやな、いけそうやな、取れない。いただきます。うん、うん、ほらイクラのプチプチ感たまらんな。うん、握りのお寿司もいいけど、こういう海鮮丼みたいなのがいいでしょ。ビール、いや見て、もう一個ね、いっぱい海鮮丼ってあったんやけど、でもこのイクラ、このイクラの美しさに負けてこっち買ってしまった。うん、ほんまそうそういくらで食べへんけど、このドバって乗ってたら、うわうまそうって思うもんな。うん、ということでこれ、豚の角煮。
うん。この豚の角煮とこのお茄子は量り売りなんですよ。ね、大きさが違うからやろな。うん。でもほんまなんちゅうの、スーパーちゃう、その百貨店行ってさ、支払いすんのにさ、クレジットカードで貼ると貼る人、僕初めて見たわ。お惣菜やったかな、なんかね、セレブっぽいような奥様が前に並んではったというか、こうではったんや、いっぱい注文すんねんな。で、お支払い生々ですって言ったら、パッとクレジットから出して、で、一括でよろしいですかとか言うてねえか。そうか、デパートやな、こういうセレブチックというか、セレブやったんかもわからへんけどね、セレブな奥様が来はるんやわとか思って、そうかそうか、そらオーラもしょっちゅうなんか来られへんわなとか思っとったもん。なあ、僕らが毎日毎日行ってるね、スーパーの、あえてスーパーの名前を出せへんけれども、そういうところにね、セレブの人が来てるのかどうか知らんけども、でもな、百貨店行ったら間違いなくセレブいてるわ。あれはすげえと思ったもん。うん、やっぱり一番肉食うてる感じするのは角煮。まあそりゃそうやわな、他に肉ないもん。の、うまい。で、これちょうどええんじゃん、和食の煮物やから、ちょっとこの甘めの、あっさりした感じやな。で、濃いめの豚の角煮、そこにあっさりしたところにうなぎのタレをかけたこの、うまきね、うまきに、で、この丼物のご飯、ちょうどええ豆じゃな、これ。今考えたけど、そうやそうや、ちょうどええ豆じゃの量やな、これ。そうか、もう俺ナス最後や、ナス終わり。うん、うまいな。こっちの人、卵のとこ行っとこう。卵のとこ、うわこれもイクラ、ようけ乗ったらイクラ。うん、いけますか、ちょっと邪魔ですか、いけます。じゃあこれこっちやろ、ご飯は左っかやな、普通な。こうや、これね、定食とちゃうけれども、一応配置完了。配置完了。見る見る。でも、デパ地下に最近思うのはさ、はるかそのところ行ったかでそうやねんけど、デパ地下に絶対パン屋さんあるよな。パン屋さん2か所か3か所あってんけど、ほんま最近高級食パンブームやんか。だからああいうパンも買いたいなと思うけど、パンはなどうかな、デパ地下に会えへんかな思って買えへんかったんけどな。うん、でもデパ地下のパンとかもええかもわからんけどな、うまそうやって、うまそうやねんけど、パンなとか、まあ僕もね、ちょこちょこ、なんか晩酌するときのライスさんのパンとか、いやらかいの好きやから買うてるけど、なんやねん今のこれはって。勝手に癖でございます。ということで、これ、豚の角煮だけ食べるって久しぶりよ。僕昔から豚の角煮好きなんですよ。柔らかいのがね、柔らかいというか、この甘いタレ好きやねん。うん、だからブリの照り焼きとかね、あんなも好きやね、うん、酢豚もせやわな。お前は子供か言われるか知らんけど、せやねん、ほんまに俺甘酢あんっていうのかな、酢は入ってないか知らんけど、ちょっとね甘酸っぱいようなタレ、これうまいわ。うん、うまいな。ついついこうね、自分で晩酌したら
テレビ見ながらこうテンション上がれへん上がるのは私だけでしょうか、うん、いいよ。あーうまい。うまきもいっとこいっとこう。これちょ今度縦に切ったろ。縦にバサッとこう切って、さっき卵のところだけ食べちゃって食べちゃって、なんで食べちゃってやね。うん、これあのハーフって書いてたけど、丸々1個売ってなかったんやけど、丸々1個売っとったら買おうかな思ったけど、売り切れてたんかなあれ。うん、でここのメインがここやね。うなぎがたっぷりこう入ってる真ん中、こっち。そやからさっきこっち食べよう美味しいところは後で残すね。うまい、うまいよ。で、このアナゴ、アナゴちゃうわなんでアナゴやねん全然今、うなぎが出てけへんかったの、なんでアナゴになったんや。ほら、うなぎがたっぷり入ったとこ行っとこう。うん、うまい、これでいいよ。あーまだ見る見る。うわうわ、100個出た。100個、うん、そこでじゃんじゃん行こう。そこでならちょっとこっちを持ってきて、しゃ、なんじゃな、もうあれやな、なんか組み合わせがちょっとおかしいけど、角煮とご飯、お寿司のご飯だけ残りました。ということでちょっとお寿司とこう。この寿司もこれ奥が、なんか底が深いからすごい食べにくい、うん、崩れる。ちょっといただこう。うん、で角煮いっとこう。デパ地下で高級食材売ってるってどこなんかな。ね、今回行ったんが 2軒目やんか。前はアベノハルカス行って近鉄ね、で今日は阪神百貨店行ったやんか。で、まあ梅田やったら今度阪急があるわな。で、あと難波やったら高島屋さんがあるわな。だからそんなもんかな。あと伊勢丹はどっかにあったっけ。伊勢丹京都かな、どこにあったかな。大阪ではないんか。あとは、あと百貨店じゃないよな。あ、あれか。あれ、どこ、大丸か総合やったっけ、どっちやったっけ、あの、新世橋なんでね。そうか、その辺やな。どこのお惣菜が一番高級なもん売ってるかな。ちょっと一回それも、見てみたいな思って、また調べてみるわ。今のところ、まあ、今日行った阪神百貨店さんは、さっきも言ったように、3分の1っていうか約半分ぐらい、工事中やったから、規模がちょっと小さかったから、あんまり比較できへんと思うんだけど、まあこの間行ったもうどんどん動画上がってる、何だったアベノハルカス近鉄本百貨店本店ねは、まあまあプチ高級みたいな感じやったな。うん、うまい。味付けやわ。これ白飯にかけたかって絶対うまいで。うん、今日はな、こんなとこにかけたらあかんからあれやけど、うん、うまい。ちょっとお寿司もいっとこう。お寿司もね、これはチラシじゃないわな。うん、うまいな。このお醤油になるのかな、さっきかけた海鮮丼のタレ、これがうまいわ。ご飯に染み込んどって、
しっかりイクラが残ってんねこれ。めっちゃええ感じせんへんこれ。これせやな、ちょっとこう混ぜるというんか、ちょっと分離させようか。よっしゃ、白飯だけ取ったった。どこ、うん、うまい。んで、こっち側のサーモン、サーモン上に乗せていってみよう。どこ、うまいな。焼肉とは違う、またちょっとした優越感があるね。百貨店、あ、そうか、今日はサラダないけど肉と魚でええバランスかなと思ったらサラダがなかったわ、うん、でもうまい、うん、たまりませんな。うまいうまい、うん。で、取れるか、まあ一番の目玉、ほらいくらいっぱい乗ってるし、どこ、うん、プチプチ言うし、いくらの座布団になってるシソの葉がええ風味のこの苦味を出してめっちゃうまい。ビール、うめえ、うん、うまいなぁ、うん、これはうまい、たまりませんな。丼ぶり、丼ぶりでもちょうど適量の大きさなんかな、これね。え、おかず食べて決していつもの晩酌ほどもの量は多くないけれども、ほんまに適量っていうふうな感じやな。今日でもうご飯のことはね、いただきます。うん、うまぁ、うん、今日で完食。なんか今日は品数もそんなに多くないし量も多くないか分からんけれども、何がしたかったんやったら百貨店デパ地下ということで、デパ地下のお惣菜で満足したかったんですわ。ということで、このさっきも言ったようにね、ちょっと高級なデパ地下のお惣菜またあったら買うてきますんでね、楽しみにしてて。ステーキとかそんなん売ってないな、あんまり。あ、うなぎはあったか、うなぎはあったけれども7000円とか8000円とかあったけど、ちょっとあれはな、うなぎだけで7000円8000円どうかなと思うけど、まあまあ一回興味ない本位でまたこうでもいるんでまたよかったらデパ地下晩酌楽しみにしといてゆうべビール。あー、うまかった。それでは本日も大満足、ごちそうさまでした。